はい、行きましょう。動名詞の基本的用法ですね。ここでやるのは動名詞です。中学でもちょっとやりましたよね。でも動名詞の基本っていうのはここに書いてるように、動詞に ing をつけて、ほにゃほにゃすることって訳すと。もうただそれだけなんですね。だから、主に3つの役割、プラス前置詞っていうのがあるんでね、それを見ときます。1つ目、主語の役割をするときがあるよと。Learning English is not easy なんですね。英語では、A is B っていうのは A は B ですって訳すんでしたね。だからこれも Learning English is not easy っていうのは Learning English は easy じゃないですって訳すんですね。で、動名詞 ing はすることって訳すから learn すること、英語を learn 学ぶ、英語を学ぶことは easy ではないよ、簡単じゃないよっていう文章なんですね。英語を学ぶことっていう風に主語みたいな役割、英語を学ぶことは簡単じゃないっていう風に主語みたいな役割を果たしてくれる動名詞、こんなんがあるんですね。目的語の役割を果たすやつもあります。 I enjoyed skating on the ice ですね。私は楽しんだよ、スケートすることをですね。スケートすることを楽しんだよ、 on the ice、 アイスの氷の上でですね。だから何を楽しんだか、スケートすることっていう風に、これもやっぱりこと、スケートすることをっていう風に目的語みたいになってるから、目的語みたいな役割を果たす動名詞もあるよねっていうことです。3つ目、保護の役割を果たすことがあると。保護の役割っていうのはこの A is B のこっち側ですね。 B と A は同じ、これが保護なんですね。 My hobby is collecting stamps、 私の趣味はスタンプをコレクトすることだ、集めることだよと。これもやっぱり私の趣味は切手を集めることですっていう風に、これイコールこれなんですね。趣味イコール集めることっていう風に保護の役割を果たしてくれてる。動名詞にはこういう役割もあるよねっていうことです。あと大事な、これ前置詞の後も絶対 ing なんですね、動詞を持ってきたければ。例えば Thank you for inviting me to the party、 ありがとう招待してくれてっていうことです。前置詞の後に動詞を持ってきたかったら ing をつけてくれよとっていうことになるんですね。動詞じゃなかったら普通に名詞が来ますよね。 Thank you for your present みたいに名詞が来ると。でも動詞を持ってきたかったらここを名詞にしてせなあかんから、じゃあ動名詞にしてあげたらいいじゃんということで、前置詞の後は ing なんですね。 OK ですか。なんで、動名詞もとにかくすることって訳したらいいよと。で、その役割によって主語、目的語、保護みたいなのあるけど、まあ別にそんな気にせんでも大丈夫だと思います。前置詞の後は絶対 ing だよっていうのは、ぜひぜひ覚えておきましょう。はい、以上を踏まえて練習問題見ていきます。まずその前に今日の単語ですね。ほにゃほにゃが好きっていうのは like 使ったらいいんやけども、3語で言うならば be fond of っていう決まり文句があるんですね。ぜひここでこれは知っといてください。be fond of。ですね。これもほにゃほにゃが好きっていう意味です。次、2番目。これも超品種とですね。ほにゃほにゃすることなしでっていうのは without を使うんですね。without。で、without の後は普通名詞やねんけど、もし動詞を持ってきたいなら、さっき言ったより前置詞の後は ing なんで ing をつけてくれよと。で、こっちも一緒ですね。be fond of の後、ここ、もし動詞を持ってくるなら絶対 ing はいるんですね。ここは be fond of の後どうしてた ing、 without の後どうしてた ing っていうのを意識しておきましょう。で、ここから問題ですね。1番、サッカーをすることはとても楽しいです。サッカーをすることはとても楽しい。なんでここに来るのはサッカーをすることですね。サッカーをすること is とても楽しいなんで。では、ことっていうのはどうやって言うか。今まで習った不定詞を使って言うこともできますけども、to play soccer is a lot of fun でもいいけれども、括弧が一つしかないからこれは使えない。じゃあどうするか。今習ってる動名詞 ing を使ったらいいんですね。だから playing soccer っていう風になるよと。ただそれだけです。playing soccer is a lot of fun。2番目、私は音楽を聴くのが好きです。I like ごにゃごにゃ to the music。まずここでわかるのが、音楽を聴くことが好きなんで、ここに来るのは聴くなんですね。で、to を使う聴くといえば、やはり listen to なんですね。だから listen to を使うなと。で、聴くこと。なんで、to listen でもいいんやけど、ほんなら、I like to listen to やと括弧が足りへんですね。だから不定詞は使えない。ということで、動名詞、やはり ing を使う。ということで、listening になるんですね。
I like listening to the music. 私好きだよ。音楽を聴くことを。やはりことっていう意味が出てるんですね。次3つ目いきましょう。彼女の仕事は写真を撮ることです。Her job is ごにゃごにゃ pictures。これも彼女の仕事イコール写真を撮ることなんですね。で写真を撮るは take a picture とか take pictures っていうんで、ここは take が入ると。でこれも同じ理由で過去が1個しかないんで、動名詞の taking にするしかないんですね。で Her job is taking pictures っていうふうになります。4つ目、私は本を読むことが好きです。好きやから、ね、I like reading books とか I like to read books ってやりたいとこやけど、もう be 動詞使われちゃってるんですね。この時点で like は使えない。じゃあどう考えるか、さっきやったこの be fond of っていうのを使うんですね。 I am fond of で本を読むことなんで reading なんですね。前置詞の後 of の後は絶対に ing、 動詞を持ってきたいなら ing しかダメなんで I am fond of reading books っていう風になります。ここは to read、 どんだけ括弧があっても to read は絶対ダメです。前置詞の後動詞持ってくるなら ing しかダメです。ラスト、5つ目ですね。彼は何も言わずにその部屋から出て行った。He went out of the room. 彼は部屋の外へ出て行ったよ。何も言わずに。つまり、言うことなしにですね。ほにゃほにゃすることなし。言うことなしにって考えて、without ing。without saying anything っていう風にやれば、何も言うことなしにっていうのが成立するんですね。だこれは何も言わずにっていう、もうこれめちゃよく出てくる用語です。だから without saying anything でもう覚えててもいいぐらいです。何も言わずに without saying anything。直訳したら、何も言うことなしにですね。やはり without 前置詞の後の動詞は ing が来るっていうのがポイントでした。はい、ということでここでは動名詞の基本的用法ですね。もう動名詞はとにかくすることって訳したらいいよと。で役割によって主語とか目的語とか保護みたいになるけど、まあ別にこんな細かい分類はそんな正直困らないです。分かってなくてもね。することって訳すことができれば大丈夫です。でやっぱり前置詞の後は ing っていうのは結構忘れやすいね。ここだけは注意してください。あとはね、ノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。